はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、明日から交流戦が始まるというところで、少しね、僕の方でも交流戦、ジャイアンツはどう戦うべきかとかね、現状のパリーグの順位であったりとか、セリーグで、上がってきそうな球団とかもね、少し、考察していこうかなというふうに思ってます。はい、まず結論なんですけども、まあジャイアンツ、この交流戦どう戦うべきかっていうところに関してなんですけども、やはり今までやってきた野球っていうのをね、まずはしっかりやっていくことかなというふうに思ってます。まあ詳しく言いますと、やはり今ジャイアンツの場合、バッテリーを中心にですね、失点を少なく、守りの野球というのをしてるんで、そこをね、まあ、パリーグの強力なね、打線を持ってるね、球団がたくさんありますけども、そこに対して、まあ、どれだけできていくかっていうところが、まあ、勝負の鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、その中で、まあ、打線の方どうなのっていうところをあると思いますと。で、まあ、ホーム球場であればね、DH はまあ使わない。まあいつもの戦いなんで、まあいつものね、やり方でいいと思うんですけども、まあアウェイになった時には、パリーグの球場になった時にはですね、まあ DH が使えるというところで、まあ DH、に誰が入ってくるのかっていうのも非常に大事なのかなっていうふうに思ってて。はい。で、まあジャイアンツ、なかなかまあ打線打ててないっていうところありますけども、現状、昨日の試合かな。岡本和真選手が、まあ、ホームラン打ったりとか、この間、つい先日、坂本選手が4安打してから、ちょっと状態がね、上向きつつある。で、今1番に入ってるね、丸さんなんかも、状態はね、すごく上がってきてるというところがあるんで、まあ、去年も、交流戦はね、非常に結構成績が良かったですけども、今年も、まあ、現状3位というところに、いますし、まあ少しずつね、打線の調子が上がってきそうというかね、上がってくるんじゃないかっていう、その、兆しもありますんで、非常に、まあ面白い、感じのね、戦い方ができるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、その中で、まあジャイアンツがですね、戦っていく相手なんですけども、まずソフトバンクから始まりまして、ソフトバンク、ライオンズ、西武ライオンズ、ロッテ、オリックス、楽天、日本ハムというふうな順番で、交流戦、やっていきますと。全部3連戦になってまして、はい、まあ、18試合、やるような形に、なっておりますと。で、大体ね、毎年毎年、まあ、交流戦ね、やってますと。で、まあ、おおよそなんですけども、まあ、おそらく、まあ、多少ね、前後はあるんだけど、まあ、12勝6敗。っていうところが、まあ大体優勝のラインじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ多少ね、それが13勝5敗になったりとか、まあ多少前後はするんだけど、大体毎年優勝してるね、チームの勝敗を見てると、まあ12勝6敗っていうところが、まあ大体の優勝のラインじゃないかなっていうふうな形に思っておりますと。それね、大体ですね、6戦やるんで、6カードやるんで、だいたい2勝1敗の計算なんですよね。2勝1敗で勝ち越していくとですね、だいたい12勝6敗という形になるので、だいたい毎カード2勝1敗で勝ち越していくと、まあ優勝争いができるんじゃないかなっていう形になってますと。まあただ、まあ、今年のパリーグ、まあ僕はパリーグを主戦に見てるわけではないので、めちゃくちゃ詳しいかって言われると、まあそうではないんですけども、やはりね、今年パリーグは、まあソフトバンクがぶっちぎってると。はい。今現状見ても、まあ29勝13敗。もうすごいやん。2引き分けっていうところで、もう貯金がどえらいことになってますと。16か、貯金。っていうところで、もう今もうぶっちぎり体制に入りつつあると。なんかこう、なんか噂というか、計算ではなんか100勝いけるかもしれないみたいな感じでも言われてるというところで、すごい、ぶち切ってると。で、最下位の西武とのゲーム差ですけども、今、この日時点でですね、15.5 ゲーム差開いてるというところで、セリーグはね、全然、1位から最下位まで7ゲームしか開いてなくて、結構混戦のセリーグというふうに言われてるんですけども、まあパリーグに関してはまあ 15.5 開いてると、トップと最下位がっていうところで、まあソフトバンクがまあぶっちぎってる形になっております。まあ2位の日本ハムも 4.5 ゲーム差で、2位というところなんで、はい、まあソフトバンクの強さっていうのが、非常に
今年のパリーグっていうのは印象が強いかなっていう感じは思ってますと。で、まあジャイアンツ先ほど言いましたけども、初戦にソフトバンクと対戦することになるんですよね。で、今、じゃあ、ソフトバンクの調子どうなのっていうところなんですけど、まあ、調子はね、いいんです。いいんですけども、前のカード、ロッテとの3連戦あったんですけど、3連敗してるんですよね。っていうところで、少し、もしかしたらチームの状態っていうのが下がってきてるのかもしれないっていうところがあって、その、一番強いソフトバンクと、ソフトバンクが今、あまり調子が上がってきてないというか、3連敗中っていうところがあって、その時期にソフトバンクとやれるっていうのは、ある意味こう、巨人からしたら、まあ、幸運というか、良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、まあ、ちょっとソフトバンクのね、まあ、初戦やるんで、ちょっと見ていきたいんですけど、やはり、打線がすごいと。僕、打率のね、トップ10見たんですけど、4人もランクインしてると。近藤選手1番でしょ？で、打率が2位も柳田選手で、7位も周東選手で、8位にも栗原選手がいるというところで、まあトップ10に4人、同じ球団の選手がいる、ソフトバンクの選手がいるっていうのは、ちょっとね、凄すぎるというふうに思いますと。で、まあ打率では入ってないんですけども、山川選手もね、まあ12本ホームラン打てて45打点というところで、ホームランと打点の2冠っていうところで、非常にね、ちょっと打点というところが厳しい、相当いかつい、ようになってますと。で、ソフトバンクね、すごく層も厚くて、まあ、柳町選手とか、坂東投手なんかも、まあ、今2軍にいるというところもあって、もう、まあ、盤石ですよ、というところですと。で、まあ、他の球団の方もですね、まあ、非常に、まあ、日本ハム、ロッテ、オリックス、楽天、西武という並びになってるんですけど、まあ、非常にね、まあ、どの球団、まあ、日本ハム、ロッテもね、非常にいい感じだし、ちょっとオリックスが今4位というところにいますけども、まあ、楽天、ライオンズ。まあ、この楽天とライオンズぐらいはね、ちょっと今状態がすごく悪いと。特に、西武に関しては、ライオンズにしてはね、15勝30敗というところで、もう、すごい、借金15というところでね、とてつもない、ペースに負けてますけども、まあ、松井稼頭央監督がですね、ちょっと休養したりとか、まあ、いろいろあったりとかね、したりとかしますと。で、まあ、まあ、ジャイアンツに関しては、やはり、まあ、ソフトバンクからやるんで、そこでどこまでね、やれるか。まあ、間違いなく一番強力打線ではあるので、そこで、まあ、ジャイアンツね、今年すごくピッチャー陣が安定してるというふうに、ずっと、言われてますけども、そのピッチャー陣たちが、まあ、ソフトバンク、まあ、12球団ナンバーワンの打線に対して、どのような投球するのか、どれぐらいの投球ができるのかっていうところで、それ以降のね、あとの5球団の、球団とも、どれぐらい勝負できるのかなっていうところが見えてくるのかなっていうふうに思うので、非常に、ね、初戦にソフトバンクが当たるっていうのは、3連敗中というところもあるし、どれぐらいジャイアンツのピッチャー陣ができるのかっていうところも分かると思うので、非常にいいのかなっていうふうに思ってます。でですね、まあ、やはり、セリーグは混戦してるというところで、まあこの交流戦というところは、セリーグの球団とね、戦わないというところがあるんで、非常にこのトップと最下位の差が狭いんで、一気に逆転があるっていうのがね、まあありますというところで、じゃあ、先ほど言ったように、まあ DH というところを、まあセリーグはね、いつもやってないと。DH 制がない中で試合やってますけども、まあ、DH 制がある、試合にですね、どれだけ、実力を出していけるのかっていうのが、結構ね、この交流戦では大事なことだと僕は思うんですけども、まあ今、現状セリーグ6球団見てまして、まあ DH がですね、すごくこう、ハマりそうな球団っていうのがありまして、まあ DNA であったりとか、まあヤクルトもまあそうかな。まあ結構下にいるチーム、今5位にいる DNA であったりとか6位にいるヤクルトっていうのは、もともと打線が非常に強力っていうのがあるんで、そういった意味で、特に DNA かな。すごく DH っていうところをうまく使えそうだなというふうに思います。まあオースティンであったりとか、まあ牧選手が今ちょっと怪我してると。で、佐野選手であったりとか、宮崎選手であったりとか、まあそういったね、非常にこう、打の選手が多いですから、そういったところでうまくね、こう DH 制というのを、このまあ DNA とかに関しては使ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあヤクルトも、まあ山田哲人選手がね、ちょっとコンディション不良っぽい感じがあったりとか、まあするんで、そういったところをうまくね、DH 制を使いながら、できたら、
まあ打線がものすごく強いんでね、まあ今最下位にいますけども、まあ7ゲームさ、7ゲームしか開いてないんでトップとね。っていうところで、十分ね、下の選手、下のチームにも希望があるっていうところがあるんで、すごくね、そういった意味ではセリーグ面白いんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、巨人どうなのっていうところなんですけど、まあ巨人は、正直言うと DH 制ね、使ってめちゃくちゃ得になるかって言ったら僕はそうではないのかなというふうに思ってて、現状、まあ、去年であったら、ウォーカー選手とか、まあ、中田翔選手とかが、打力を使いたいんだけど、守備位置の関係とか、ポジションの関係で出れてなかったっていうのがあったんで、交流戦になってね、そういう選手たちを使って、打線爆発みたいなところがあったんですけど、今年に関しては、あまりね、そういう選手が控えにいないっていうのがあるんで、巨人はあまり DH 制をうまく使えないんじゃないか、使えないというか、うまく使える選手がいないんじゃないかなっていうのが正直なところですと。で、まあ、阪神とか広島に関しても、あんまりね、僕も上にはいるんだけど、1位、2位にいるんだけど、あんまりこう、めちゃくちゃダーが強いかって言ったら、そうでも感じないので、どっちかっていうと、まあ、4位の中日とかもそうですけども、まあ、今、中田翔選手が離脱してたりとかありますけども、結構、セリーグの下位のチーム、中日、DeNA、ヤクルトとかが、うまいこと DH を使って、上とのゲーム差を縮めていくっていうのを、まあ狙ってきてると思うので、実際そういう未来もあるのかなというもので、まあジャイアンツは今3位というところにいますけども、まあだというよりかは、どっちかっていうと、今までやってきたこう、投手の力とかバッテリーの力っていうところで、どれだけ、強力打線を抑えていけるかっていうのが、うん、鍵になっていくんじゃないかなというふうに思うし、先ほど言ったように、まあ、岡本選手とか、丸選手、坂本選手とかの状態もすごく上がってきそうな感じ。まあ、丸選手は上がってきてますと。で、坂本選手も上がってきてると。で、岡本選手もこの間の試合から、すごく兆しが見えてきたというところがあるんで、これもしうまくはまれば、すごくね、強固な投手陣、プラス、調子が上がってきた打線というところで、ジャイアンツが、優勝争いするっていうのも、可能性としては全然あるんじゃないかなっていうふうに現状思っております。はい、そんな感じでですね、今日は交流戦というところを見ていきましたけども、少しね、まあ、パリーグの、球団に関して僕はあまり、毎試合見てるわけではないんで、詳しくは、話せなかったかもしれないですけども、まあ、結局ね、交流戦というのは、まあ、DH、まあ、セリーグの球団からすると、DH 制をいかにうまく使えるかっていうところだと思いますし、まあ、パリーグの球団からすると、まあ、ピッチャーが打席に立つと、DH を使えないという、いつもとね、違う野球になるので、そういったところでは、まあ、セリーグの方がどっちかというと、まあ、ピッチャーが打たなくなるというか、野手が入れることになるんで、どっちかというと、いつもと、そこも、まあ、いつもと変わらないことはないんだけど、うん。パリーグがセリーグの DH 制のない野球をするよりかは影響は僕は少ないのかなというふうに思ってるんで、そういったところでね、ジャイアンツは去年も、交流戦3位かなっていうところがあったんで、非常にね、今年も、まあ、期待して、明日からの試合見ていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。